よし、どっか行くか。今日も一心のブーツたちと食料もゲットして、ピンポーン。びっくりした、びっくりした。誰、開けなさい。誰、開けなさい。なんか見える。開けなさい。え、いや、待って、あの人、開けなさい。銃持ってるんだけど。今すぐ開けろ。銃持ってる、やば。はいはい、え、もう入る。おお、しかもめっちゃ壊してくる。動くな動くな、手を挙げろ。はいはい、武器 OK、 武器 OK。 はい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 、え、誰こわ。お前がケナスエだな。あ、そうです、ケナスエです。で、待って、誰ですかあなた。俺は宇宙警察ギャラクシアのものだ。ダメ、知りません、知りません。なんでお前には、え、あ、はい、宇宙指名手配がかかっている。何したっていうの。罪状は、罪状、はい、地球侵略万引き泥棒だ。ちょっと待ってください。あの、僕地球生まれ、地球育ちなんですけど。いや、お前は違う。違ったの。お前は土星から来た。土星生まれだったの。残念だがな、お前はもう、はい、死刑が確定している。とりあえずお前を連行しろっていう風にな、上司から言われてるから。すごい、歯向かえない。出てこい。うわ、痛い痛い痛い。おい、ごめんなさい、撃たれた。手を挙げろ。はい、手を挙げてます。お前は今からギャラクシアに連行する。俺に乗れ。刑務所、ロケットギャラクシアに乗れ。はい、乗りました。なんかカウントダウン始まったって。ま、どっか行っちゃうの俺。これ俺は現地に先に行ってるからな。ギャラクシアだ。おう、怖っ。ギャラクシアに着くまでの期間は5ヶ月だ。長っ。5ヶ月、飯も食わずに行ってこい。こんなちっちゃいロケットで、あー、行っちゃったよもう。おい、マジかよ、どこに行くのこれ。うわ、月に来た。やば、なんだこれ。なにこれ、なにこれ。はい、とりあえずついてたな。あ、こっち来い。いた、行く。動くな、来てあげなさい、こっちに。お前、ここはどこだかわかるか。これが刑務所ですか、ギャラクシアですか。ああ、ここが月に存在する宇宙刑務所、ギャラクシアだ。お前もここに入ってもらう。言っとくけど、この中には銀河中から集められた凶悪犯ばっかりだからな。ふざけたことをしてると思うし、殺されるから気をつけろよ。はい、宇宙いろんなやついんの。お前、あいつ知ってるか。火星56番星に住んでる暴力のタコちゃん。あいつもこの中にいるんだよ。知らん、聞いたことない。地球で平和な生活を送ってるから、そんな聞いたことない。あ、入れ。はい、うわ、すごっ。うわ、やっぱ厳重だな。これは身体検査だ、身体検査だ。刑務所のだけあって、うわ、もう怪しいものがあったらすぐ鳴るからな。何持ってる、何持ってるお前。今あなたが通ったじゃないですか。よし、お前の牢屋はこっちだ。うわ、牢屋だ、しっかり。お前の牢屋はここだ。え、待って、ちょっとあそこの人なんか死んでるよ。死んでるじゃん、あいつは。そのままにしてご飯をあげなかったら死んだ。じゃあ入れなさい、さすが入れ。もうなんもないじゃん、トイレと、もう手洗うとこと、ベッドしかない。基本的にお前が生活する場所はここだからな。俺が出ていいとか、他の食事をしていいとか指示があるまでずっとここにいるように。わかりました。じゃあちょっと俺は見回りに行ってくるから、はい、グレグレも怪しい行動するんじゃないぞ。怖い怖い怖い。そのうち分かりました、何もしないんで。はい、じゃあな。はい、ということで皆さんこんにちは。なんか知らないんですけど、宇宙刑務所に捕まりましたケナセウです。どうも皆さん、いつも見てくれてありがとうございます。というわけなんですけど、なんか知らんけど、あの普通にマインクラフトしてたらこんなことになっちゃいました。すごっ、宇宙あったのマインクラフトって。しかもなんか刑務所しっかり作ってるし、あの人すごっ。というわけで、まあ、今回多分これを脱獄しろっていう話をね、皆さん、あのもしねこの動画面白そうって思った方は、今のうちにチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。なんかいきなりもう収監されたんだけどさ、まあ、ちょ、いろいろ部屋見ていくか。脱獄とかやったことないから、なんかあるかな。待ってください、待ってください、待って。テストあるじゃん。え、これ前の人のやつかな。これベッドかと思ったら見て、裏から見たらなんか、隠しテストあるんだけど。なんだこれ、はしごと、ダイヤモンドのツルハシ。これを使えってこと。ちょっと待って、でもこれ壊せるんじゃない、ツルハシで。無理か。あ、なんかここにひび割れた石レンがある。あ、めちゃ、あ、彼、折れた。これでここ行けるのかな。あ、いける。よしよしよし、すげえ。道あるぞ。めっちゃある。どこまで続いてる。なんか上ある。おお、待って、これさっきの死体の人じゃん。ちょっと上がれない。なんか鳴り出した。音鳴り出した。点検の時間だー。やばい、問題。危ない。はい、お前らみんないるか。はい、番号1番。よし、死んでるな。死んでる。よし、ケナスいるな。はい、
お前はな、新人だから場所わからないかもしれないが、今からな、食堂で昼ご飯の時間だ。お、やっとご飯の時間ですね。お、場所は俺が教えるから、ちょっとついてこい。まあじゃあその辺で待っといてくれ。はい。ご飯作ってくるから。いや、あいつやばいな、あの看守なんか。いろいろと怖いんだけど。いや、でも、さっき、抜け道みたいなの見つけたから、あれちょっとどうにかしてあそこ漁ってみたいけど、ちょっとバレないようにできるかな。よし、できたぞ。はい。今日はな、キャナセイの初日だから、このテーブル、置けないな、ご飯が。よし、床に置く。今日はな、しかもおめでとう、ケーキだ。ケーキなの？お腹空いてないんで、今、ちょっと、食べれないです。また、じゃあ俺が食う。こんな看守はやだ。よし、じゃあもう大丈夫か、お腹いっぱいか。はい、お腹いっぱいです。そしたらな、今12時だから3時からの労働までちょっと2時間ほど自由時間を与えるから。労働あるんだ。うわ、すごい、広場なんてあるんだ。また自由時間が終わったら来るから、それまでおとなしくしてるように、しっかり体を動かすんだぞ。はーい。うわー、マジか。とりあえず1日目、まあ、食堂と広場に来たけど、どうしよう。あの、自分の部屋にあった、あの、隠し通路みたいなのめっちゃ気になるんだけど、早くあそこに行ってみたいな。はい、10時間終わり、集合。びっくりした。寝てたわ、丸太で。来なさい。はい。来なさい。はい。はい、入れ。今日はもう、これでお休みですか？今日はこの後労働があるけど、ちょっとだけ休憩する時間があるから、はい、ちょっと待ってろ、そこで。はい。くれぐれも余計なことはしないように。はい。したら所長に言うからな。所長の名前は？バンガル・シアン・ドロンドン・スンディ・ガランシン・チャンダー4世。うおー、テロップ大変そうな名前ですね。が上の名前だ。じゃあ、おとなしくしてるんだぞ。はい。休んどきます。はい、ということで皆さん、なんとかいろいろバレずに戻ってこれました。ちょっとさっきのあそこ見れてなかったんで、ちょっと今から見ていきたいと思います。看守は今多分看守室にいるから、このまま行って、どこだっけな、ここだ。あれ、ここじゃない、こっちだ。ここはしごつけたかったよ。はしごつけたら上がれるはず。よし、上がれた上がれた。ここにもある。この人も脱獄考えてたんかな。でもこのチェスト何が入ってんだろう。え、何これ。看守の顔面彫刻。なんだこれ、看守の顔面彫刻って。とパスワード。え、待って、どっちもよくわかんないけどさ、看守の顔面彫刻って、顔があの、バカ看守になっちゃった。後ろにはあの、アホって書いてあるし、ちょっとやだけど、なんだこれ、何に使えるんだ。そしてこれはなんだ、これパスワード、牢屋3923。もしかしてこれって、この牢屋のパスワード。え、そんなことないよね。ちょっと待って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 、それがそうだったらだいぶまずいぞ、これを持ってることは。いっぺんちょっと戻って3923。牢屋のパスワードは全部同じなのか。あっ、開いてしまった。やばい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 、出ちゃった出ちゃった。戻れ戻れ。3923、大丈夫そうだ。え、待って、看守来た。見回りに来るぞ。やばい、看守来た看守来た。みんないるか。よし、ここは死んでるな。はい。あ、ギャランスいるな。はい、大丈夫です。なんか、なんだお前、すごい額に汗かいてるぞ。いや、汗かいてない。かいてないです。ちょっと怪しい。え、お前、ちょっと待って。待ってください、待ってください。何もしないです。なんだなんだなんだ。ちょっと中入れ、中に入れ。はい。手に持ってるもんなんだ、正直に出せ。え、さっきあの、落としてました、ホットドッグ。なんか怪しいと思ったらこれだったのか。はい。いいか。後でお腹すく気持ちはわかるけど、食堂のものは食堂で全部食べきれ。わかったな。はい。次ホットドッグ持ち帰ったら所長に言うからな。所長の名前言えますか？おう、高橋純太な。わかりました、すいません、次から気をつけます。じゃあホットドッグは没収な。はい、気をつけろ。はい、次。あぶねー、バカでよかった。あいつ、ここのチェスト見られてたら絶対終わってたわ。で、気づいたんだけど、多分この顔面彫刻っていうのを、多分あそこ見て、なんか看守の顔面があるんだよね。でもあそこのなんかあの顔認証で扉が開くシステムなんじゃないかなって思ってて、もしかしたらだけど、看守がいない間ここ開けてあそこに入れば看守室に入れるんじゃないかなって。で、あともう一個気になったのが、降りてはしごもちょっと持ってくか。もう一個道があったんだよ、奥に。ここだ、ここ。ここも多分はしご置いたら見えるはず。なんだ、暗いな、薄暗いな。看守室だ。え、ここ監視室の真上じゃない、この位置的に。監視室だ。え、いる、監視の人。ベッドがあって、チェストがそこにある。あのチェスト怪しいな、かなり。
わ、便利だな。これを見てから監視が寝てる隙にさっきのあの顔のあれを使って監視室に忍び込むことができたら、もしかしたら脱獄のヒントになるかもしれない。ちょっとやばい、バレそうだな。